山梨岡神社は、山梨県笛吹市春日町鎮目にある神社である。式内社の山梨岡神社に否定されている、9号社。甲府盆地北園、笛吹川支流の平等川右岸に位置し、社地は大蔵教寺山の東南六、大蔵教、寺山山山町から東に張り出した尾根筋の五室山の登録に立地し、東表して鎮座する。 近世以降、日光権ンや、山梨権ン山梨明神と呼ばれてきたが、明治元年に、現社名、山梨岡神社に改称した。祭神として、大山隅神、高尾神、別来神の三柱を祀る。社殿では、当初から三柱の神を祀ったというが、演技式神明朝に従えば国家祭祀の対象とされたのは一柱のみである。 群石神楽伝八章は五室山を身体とする古い信仰に遡ると考えられているが、お室山の山名は山和国の五所山に同じく神霊のこもる山を意味するものと推測されている。なお、文化11年の貝の国史にかつて五室山は国に異変のある際にその前兆として明動したという記載がある。社伝によれば、 す神天皇の時代、薬病が蔓延したため直命によって、日光山高地方の峰に見柱の祭神を祀って、金剛の陳守都市、西武天皇の時代に、軍堺を定めるにあたり、山麓の、原社地にあった梨の奇数株を伐採して、仙座、陳座地を、海の霊山梨岡と名付けたという。現在も境内には、軍堺の表示席であったと伝える、軍石があるが、 静めの地は、両生下の開国山梨郡山梨里に否定されるので、この社殿に従えば、当時の軍名の、そして現在の県名の発祥の神社ということになる。古代海の国の山梨郡域にあたる春日ガ地域には、古墳時代後期から古代に至る、後期古墳やトライ人母星であると考えられている石、石塚などの高校遺跡が分布し、海音郡の成立後には、 海の初期国府や山梨郡の軍家の所在地であったと考えられており、周辺には、奈良、平安時代の集落遺跡や古代豪族の氏寺であると考えられている寺本廃寺など、漢画施設も分布している。また、演技式新明庁に記されている開国の式内社は20社で、あるが、およそ半数の旧社は山梨郡に所在した。さらに、 鎮座地の東方に残る国府という地名は、海の国の初期の国府の所在地とも目されており、農院法師に、海が峰に先に蹴らしな足引きの山梨の丘の山梨の花と読まれたのは東神社一帯の景色で、東神社が国府に近いことから古来有名であったためとも見られている。社殿によれば、戦国時代には、海、源氏の僧侶である武田氏が、 毎年9月に参拝のための使者を左遣したと言い,い、慶応4年に編纂された、海の国社記、寺記にも、武田国出陣の度に、辻がヶ崎間の氏神として謝賛が行われて、各種の奉納があったと、同志からの数計を受けたことを伝えるが、戦国末の天正年間の初め頃に同志が、衰退すると、社職をめぐって、橋立明神と総論が生じ、 橋立明神のネギによって、当神社の当米というネギがその職から追放され、同神社の参加とされた。当時の橋立明神は、その祭礼に際して笛吹川伊藤の神社の社人が参集するなど、飼の国の親神としての地位を誇る勢力を有し、その権威を背景に当神社を支配下に収めようとしたものと見られているが、天正十年の本能寺の変の後、 海の国が、北条氏直と、徳川家康の争奪の場となると、柱手明神の鮭衆は、北条方に組みし、北条軍が、徳川軍に敗北すると鮭衆も殲滅されて権威が、失墜同年10月には、徳川氏によって、東米に、ネギ食の地位が変換され、柱手明神の支配を出している。社記によれば、 天正十一年四月十八日に、家康から診療とされていた、め、小松、山崎、国河などの諸合から計四巻八百三分が、安堵され、同時に摂者である四ア山マゴ宮の診療も、あずや山寮として安堵された。これらは、同十七年の稲中寺の五カ国総検事によっても、確認、整備されているが、中寺からは、同年十一月二十三日に、 国印地も安堵されている。江戸時代に入ると、慶安元年8月に八国余りが、主印地として安堵されるとともに、三輪畜牧などの所約免除が認められ、9月には、東ずや山にも、主印地と三輪畜牧などの所約免除が認められたが、これら主印地などは、以後歴代の将軍によっても踏襲されている。明治5年に豪者に列した。大大かぐらより、 天の岩戸の毎大大神ぐらより、天の岩戸の毎春十二期の祭礼があり、社記によれば、かつては3月と11月の初馬の日に、旧社地である、おむろ山へ、三越の都漁が行われたという。現在は4月4日と10月15日に霊祭が、採行される。春の霊体祭で、昼夜2日間にわたって、大大神ぐらが奉納される。 武田信玄出陣のカグラとも呼ばれるが、社殿によると、これは武田軍が出陣に際し、戦勝祈願のために奉納したためであるという。舞手を舞子と称し、かつては神職がこれを務めたが、後に宇治子中から選出して現在まで継承されており、林は太鼓、括弧、笛の三種の楽器で奏される。なお、社記にはこのカグラの起源を、 遠方三年と記すが、これは、春の祭礼での奉納が定着した時代であると、見られている。1967年8月7日に、山梨県の無形民族文化財に指定された。天の岩戸の古事を中心に、危機神話の世界を表現した、いわゆる出雲神楽の系統に属する24種の舞が、伝わるが、曲名や構成は、古来から変わらないといい。 仕方舞や、最上の舞といったカグラを奉納する場所を清める、舞に始まり、正午に中心である、天の岩戸の舞を、奉納、最後に大山積み神が登場する、大山積み命の舞で舞を収めることになっている。舞子は、基本的に男性であるが、第八曲の、雨の渦目命の舞のみ、直面の少女が舞、終曲の、大山積み命の舞は当神社の祭神を演じる。 ものであるため、舞虎町が舞う定めとなっている。また、第二十曲目の、四剣の舞は四人が剣と鈴を取り物として舞うもので、あるが、久め舞にちなんだものであるために、久め舞とも別称されている。の神の神しげ今日は二年春正月の記述が見られる。三階行より、お牛空い山梨岡神社の本殿前には、 の神と呼ばれる心臓が祀られている。笛吹き師指定文化財。慶応2年、神楽行によれば、心臓の年代や来歴は不明であるが、記録資料の年代から放映3年以前に想定される。飛騨の匠の策と伝え、高さ66センチメートル程度。中国古代の地理書、三海行に登場する。 と呼ばれる牙や縦紙を持つ毒足の奇獣像で、魔除け、雷除けとしての信仰を受けている。普段廃することはできないが、古くは10年に一度、現在では7年に一度の霊祭日に回避が行われている。文献資料においては、法永3年のお牛そらい海中紀行において見られる。お牛そらいは、甲府藩主、柳沢義安家臣の儒学者で、 吉安の命により、甲州を遊歴し、山梨岡神社を訪れた時点では、神主も、心臓の由来を知らなかったという。また、明治19年には、甲府に滞在した、牧師、民族研究者である、山中京子、貝の落葉においても言及され、友古葉元は狛犬であった像が神と結びつき、雷桶けとしての信仰を集めたものと推測している。 来行きによれば、完成年間には、幕府勘定方、安田貞一郎が川見文に際して、当神社を猛手で、今日は2年には、徳川将軍家から上神栄を差し出すことが、命じられている。この際には数百枚の紙神栄が移され、大奥や、御三や、旗本らに差し出された。また、江戸後期には、災害や、 基金などの社会不穏から妖怪に対する関心が高まり、一般大衆に及ぶ神信仰が交流したという。また、有意諸書もルフ氏霊元丹も広まり、武田家滅亡に際して、織田軍勢に薬剤をもたらした逸話なども広まっている。神信仰の最盛期は、深淵半疑の摩耗状態から上記共和頃と推定されており、近代には大正期の掛け軸が見られ、 現在でも診察が配られている。山梨岡神社は、山の神や水、雨の神、雷の神など自然神を祀る神社であるが、神信仰が広まった背景には自然に対する民間信仰の存在が指摘されている。山梨県では山の神に対する信仰が広く存在し、雨乞い修俗、雷信仰も見られる。また、山梨県で、 一般的な道祖神信仰においても、道切り行事として、大荒路を飾る風習のあることからも、山の神としては一本足の姿が、一般的に関連されやすいものであったと考えられている。本殿拝殿内本殿は、平だの匠の手になるものとも、武田氏お抱えの万象によるものとも伝え、不祥であるものの、その構造様式から、室町時代末期の混流と推定されている。 屋根は、吹きで、張り間正面一軒、背面二軒、桁行き二軒の一軒車春日作り。三車正面の中上に、墨木を入れる。墨木入りかすが作りで、正面には、肩流れの後輩をつける。規模が大きく、全体的に変化に富む技法とカエルまたの、栄養彫刻などの細部の一生に、新しい表現を目指した、混流当時の時代の特質が認められる。 1907年8月28日に古社寺保存法に基づく特別保護建造物に指定され、1950年の文化財保護法施行により国の重要文化財となっている。なお、大大大教六元年9月7.8日以上に、たるきから血が流れたという真意が記されるが、原本殿との関係は不明。 拝殿は桁行き五軒張間島の入りも屋作り平来り。屋根は三冠荒吹き。元禄十五年の混流で、仏道を想起させる雰囲気を有し、未指定であるが、喧嘩金世の拝殿建築様式を知る上での、貴重内向とされる。その他神グラなどがある。その他本社境内に、天皇宮と十大部稲荷社の抹社二社がある。 四天年記念物の藤格子内は分類と、指定年月日、国史に、武田春信の金星や書状をはじめ七つの古文書を収録しているが、5点は、所在不明、3点は、東京大学資料編纂所書の影写本で確認されている。ありがとうございます。